神梅もせやかです。それでは今回はハンボイトンのクエストをやろうと思います。ずいぶん落ち込んでる。どうしたの？バイオナルキーのような原始的な生命体がと同居するとは。なるほど、それで落ち込んでんのね。分裂方法について詳しく聞く。オーバーとはそもそも何なのか。なんかいろいろ説明してこられたからなんかぼやっと理解した気ではいるので、分裂方法に聞いてみますかね。寄贈を病を得てやがて死に至っても、オーバが体内に存在する限り分裂をし存在をし続けると。神に等しい存在。そうだ、おなんだろうね。でも詳しく理解しようとすればするほど頭は痛くなるんで、まあぼやっとでいいと思いますよ。え、なになに、またあの裏切り者の原生生物の中にオーバーが存在する理由を詳しく聞く。何か恐ろしいことでもあったのか。恐怖という感情。はい、推論。例のクエストでやったところなんですね。はい、さあこれで何ランボディーズ、これで装備できる人いなかったら終わるんですけど、まあ、多分アサルトライフル、ランなんだっけ、ランないね。ちょっと待って、なんだ、あっちょっレベル20だった。もらったそのつけなきゃいけないランボディーズがガトリングガンだったんですよ。じゃあフライさんにするかと思ってフライさん連れてきたんですけど、今レベル17でレベル20の装備だったっていう。うーわ、でもガトリングってフライとナギ先輩だけじゃない。あーマジか、イエルブアサルトライフルだったよね確か。行きますわよ。まずは射撃だ。まずは射撃だ。いやー、あーないんですよね。ありがとう。TP貯めなきゃ。当たってないこれ。はい次。あー終わってる。難しいね、なかなかこう続けてやるの。もう25だから次々いっちゃうか。あ、ナギ先輩はいろんな人を巻き込むタイプ。うらー、入るか、入らない。はい、どんどん行くよ。もうみんながね、やめてーっていうまで私はね、いろんな人にね挑み続ける。この流れを維持する。どんどん行くよ。TP たまんないな。格闘戦お願いします。シワウマー、どうでしょう。格闘コンボ時だから、こいつにホイってやって、オーカランブする人、オーカランブからの、あーもったいないな、まあでも使っちゃおう。へい、一丁上がり、一丁上がり、ほい、
こいい。そうともあと2機。次々行こう、次々行こう。あー行けなかった。くっそ、え、あんだけ倒してこれだけあんだけ倒してもまさかの1匹だった。格好をつけてやるか。おい、攻撃誘導だ。何が起きてるのかわからないな、ね、先輩。しょい、こうか。ランブー、こい。なぎ先輩ただただかっこいい。はい、わり。感謝します。はい。あら、じゃあ増えるの終わったってこと？あ、ごめんごめん、忘れてた。はい、理由を聞く。なぜ重い口調なのか尋ねる。理由を聞きましょう。で5人、で1人はあの機械に詳しい浄水所の なんかよくやり入れてきた人プラスもう1人脱走した。うん。うん、なんか 1% に 51% と 49% で 51% が地球人の勝利だと思ったんだよね。消息を絶った。うん。ああ、食べられちゃったのね。なるほど。なるほどね。なんかいろんな感情を持ってる人間を見てなんかこう感化されちゃったんかね。慰めよりは推測かな。そうだね、お互い尊重し合おう。でもね、もうね、見切りつけられた途端に終わっちゃうからね、この関係って怖いところでもあるよね。お疲れ様です。お教えしましょう。お疲れ様です。なんかどうやってこんなことが、どうやって地球人を説得したというか、最初に会ったの誰だったんだろうね。凪先輩なのかな、やっぱり。どこについて聞くの覚えてんからノポンが、うん、なるほど。うん、いいよ。なんか分かってんじゃんノポンの扱い。うん、いやー、裏切らない裏切らない。人によるかもしれないけど、ユリウスさんは大丈夫そうだよね。
すごい、このピザめっちゃほっかほか。 あそこのホットドッグもめっちゃほっかほか。あ、すごい、タバコの煙まで見える。わー、ちょっと見えるかな皆さんに。おってか、タバコ吸いすぎじゃない？どんだけなの。私ほんとタバコ大嫌いだからさ。信じらんない。で絶対ここ来たくない。それでは今からイリーナさんの絆トークをやろうと思います。1個目です。なんか女性と話をしてますね。聞けば聞くほど本当にそうしょうがないやつだね、そいつ。あ、この人と話をしてるのね。そんな男とは思いっきり蹴っ飛ばして身の程を知らん。すごいね、腕ずくだね。女同士いろいろ話し込んでたんだ。入ってきなよ。これ男性キャラだったらどうなるの。セリフ違うのかな。女が少ない。なんか操作キャラクター女性多くないっすか。どうだろう。まあ、でもさ、まあ、こういうの基本男社会だと思うんだけど、どうなんだろう。この時を待っていた。男性の前でも気兼ねしている感じはしないと突っ込む。ああ、どうだろう私。わかんない。まあでもちょっとイリーナさんのハート目当てに、この時を待っていたと言っておこう。ああ、飲みに行こう。飲みに行こう。単純に社交的っていうわけではなく、もう何、下心ありまくりっていうこと？ナンパ男は最低だと怒る。それくらい積極的な方が男らしくていいという。どうだろう、でも本当に、あーでもな、本気じゃないんだろうな。本気じゃないんだったらめんどくさい。はい、私と違って可愛い。イリーナさんも十分可愛いと思うよ。そんな、私はいいと思います。気をつけるとうなずく。いいな、可愛いという、可愛いよ。あーだよね。そんな気がした。なんで、なんかちょっと可愛くないか。可愛くないか。ちょっとスクショ撮っちゃうぞ。あーなんか頼もしい、リーナさんいいね。いなくなっちゃった。はい、次聞いておくれ。ほら、こんなとこにいる。犬を見てるのか。恥ずかしいところを見られたな。恥ずかしいとこ見られちゃったの。あんたが飼っている犬がいたからとっ捕まえて。うん、あれ私が飼っている犬だっけ。犬は苦手。でも猫っぽいよね。しつけがなってないことも謝る。怯えているとたしなめる。ああなるほど。どうなんだろう、エルマさん的には下だろうけど、ちょっと反省してみるか。あ、そうなんだ、へえ。こっつ、私もなー、あんまりなんだでなー。突撃あるのみ。警戒心を解いて己のすべてをさらけ出すべしという餌。なんだろうね、やっぱあの心の底で怯えてたら、なんかやっぱそういうのって感じちゃうと思うからね、敏感だから。だからこれかな。いろいろあった。知らないものに触れたら噛みつかれる。あー、だから強くならなきゃいけないって、そんな風に片筋張ってきてきた。お、マジで。
当にごめんね、なんか実は抱きしめたかったのね。ちょっとなんかスクショ候補が多いんですけど。お、いた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 。機械を見てもらってるの？機械じゃない武器。こんなところで会うなんてな。奇遇だねっていうか、まあ探してたからね。整備をしてもらってる。へえ。わあ、大事だね、そういう人。私、武器の手入れは一切してない。自分でこまめに整備している。ああ、どうなんだろう。何にもしないことはないっしょ。自分でまあ、なんかこう、独学でいろいろやってます。誰もハート上がんないんだけど。防具は自分の身しか守れないけど、武器は仲間の命を守ることだってある。なるほど、うん、モンド聞いたことある。よく知ってると答える。聞いたことある否定するのもな、肯定しとこう。そうなんだ。それグイーン絶対イリーナさんのためだと思うよ。あら、いなくなっちゃったんだって。誰だっけ。なるほどね。イリーナさんってほんとしっかりしてるね。27歳でしょ。イリーナさん、いろんなところに出るね。なんか怒られてんな、この人って。はい、探してます、あなたのこと。着いた時に道路にかなり無茶させてしまった。あー、なるほど。もう、なんかお説教ナウなんですけど。イリーナさん、聞かなくていいんですかね。イリーナを突っ込みすぎだと指摘する。今のイリーナの戦い方がいいという。あー、どうなんだろう、指摘してみようか。あー、でもそれで自分の命なくなっちゃったら意味ないじゃん。ほんとね、それはあるわ。ある。何もしなくて後悔したことがある。常に後悔しない生き方をしてきた。かっこいい。何をすることで、何かをすることで後悔が生じることもある。なんだろう、でもやらない後悔よりやった後悔だなというのが私の持論です。でもこれどうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう。ないはないな。でもこれもなんかちょっと否定してるみたいで嫌だな。あるって言っとこう。なるほどね。いや、それはいいんですけど。目の前の人ナウで怒ってますけど、うん、説教時間が伸びます。さて、いよいよ最後の絆トークです。珍しい、こう商業エリアですね。なんかボデさんがさ、クイってなってるからさ、てかボデさんなんかあのあれみたい、キタキタ親父みたい。おお、マジゴーグル。へえ、そうなんだ、優しい。たまには頑張ってる相手に対してものじゃないけど、ご褒美でもあげよう。犬かよ。イリーナにとってグインとは、一緒に訓練してあげる方が喜ぶはずだと提案する。なるほど、もっとグインを喜ぶものをあげるべきだと強く主張する。何をあげるんですか。どうしよう、何これ、超気になる。どうしよう、ちょっと全部見たいぐらいなんですけど。うわー、マジか、ちょっと待ってくれ、セーブしてないよ。もう究極の選択ですね。質問しよう。おっとおっと、
わかる。なるほどね。なるほど。なるほどね。うん、わかるよ、わかるよ、イリーナさん、イリーナさん、どっか行かないで、他の子供聞かせて、くそー、うわー、今の全部見たかったな。というわけで、イリーナさんの絆クエスト全部終わりました。絆トークもなかなか面白いよね。やっぱ全部見れないのかな。セーブポイント、何？セーブデータの少なさと、ちょっと、労働の兼ね合いもありまして、なかなかこうやる気が起きないというか、ほんと申し訳ない。まあ、皆さんがプレイしたのとは、違う選択肢が見れてたらいいなぁなんてね、ちょっと思ってます。それでは、今回はここまでです。いつもご視聴いただきありがとうございます。お疲れ様でした。